はい、こんにちは。まーちゃんにまーかったです。はい、今日はですね、まーちゃんにの質問コーナーの回答編でございますね。はい。今年もですね、30問ピックアップさせていただきましたので、やっていきたいなと思いますね。はい。せーの。まーちゃんにの質問コーナー始まるよー、イエーイ。今回この手のね、あのコメントちょっと実はいっぱいあったんだけど、はい、こちらを採用させていただきました。はい。じゃあ早速2問目いきますね。エイジン君、メガネを取って変顔してください。いきなり？いきなり、いきなり。トーマスはもう興味ないんですか？さすがにないか。うん、ない。エイジン君に質問です。はい、一人で寝るときにうつ伏せで寝ますか？たまにうつ伏せで寝る。エイジン君がもし1日だけカブとかクワガタになれるとしたら何がしたいですか？ちょっとあの重機を食べてみたい。あと戦ってみたい。どんな感じなのか。マジで、うん、命に関わるよ。大丈夫。それで終わってしまうかも、カブトムシ人生が。エイシン君は4年何組ですか？言えない。言えないよ、それは。それ言えない。言えないです。エイシン君パパさんは、大体何時に起きて何時に寝ますか？いつも学校あるときは、朝は同じだね。6時半に起きて、うん、寝るのはエイシン君は10時ぐらい。10時から10時半ぐらい。うん。僕は。あ、そうなん、うん、パパはその間ね、あの配信してるから、うん、お父ちゃんだよね、うん、1時とか2時から寝るの、うん、最近は結構遅く起きてね。なんだと？英信パパに質問です。 F1 やスーパー GT は好きですか？見てますか？好きなんだけど、見てないですね、うん、レースは基本的に好きなんだけど、あのね、F1 とかね、見られないじゃん今、うん、CS 放送とかでしか見られないからさ、見れてないっす、うん。エイシン君とパパさん、おすすめのゲームは何ですかだって。僕は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルかな。ああ、今ずっとやってるもんね。ここに、うん、ここにカブトムシ。パパは何だろう。オセロニアかな。ああ、うん。あれは始めやすいから、うん。始めるにはすごくいいゲームだと思う。うん、ね。新規で始める。オセロ得意な人なら結構できるからね。結構できる。あれは、うん、面白い。最初から、うん。質問です。パパは本当は怖いの？怖い時は怖い。怒ってる時とか。エイシン君、彼女いなかったら変顔10連発だって。嘘でしょ、いないよ。頑張って。次、10。大変だった。ひどい質問だね。うん、二人に質問です。好きな歌手、曲はありますか？だって。ああ、これね、パパは、あの、チャゲ&アスカって昔ね、うん、やってた人が好きだった。エジン君は好きな歌手はまだいないんじゃない？うん。まあ、エンジンかな。曲ね。曲。奥田民生さんのエンジン。うん、あれかっこいいもんね。ギターでも弾いたもんね。マイチャンネルの昔のエンディング流してください。昔のエンディングは消したんですか？いや、消してないよ。うん、じゃあどうぞ。動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。今日の動画はどうだったでしょうかね。面白かったかな。面白かったかな。もし面白いと思った方はですね、ぜひですね、高評価をお願いします。もう終わっちゃうよ。一番おすすめの動画は何ですか？だって僕はこれね、昨日公開したナーフの巨大ゾンビだな。編集頑張ったから、うん、すごい頑張ってたね。すごい頑張ったよ、うん。あの、カブトムシの竹園ドッキリかな。ああ、ドッキリね、うん、これ前も言ったよね。変わんないか、エイシン君はね。だね。嫌いなものは何ですか？トマト。どうやだって、トマト。僕は焼いたレバーがダメです。はい、あの臭い、口の中に入れた時の臭みが嫌です。質問です。ベイブレードの中で一番好きな人は、コマは何ですか？あともう一つ質問です。二人はベイブレードバーストで何が好きですか？だって、うん、人ってのはキャラクターってことかな。そうそう、人はね、分かんない。キャラクター分かんないんだけど、パパはこの超絶アキレスが今のところ一番好き、うん、変わった。これ年末にここに来て変わった。バスタイクスカリバーだったんだよね。急にこれ来たもんね。これすごいいいと思う。うん、メイシン君は。僕は好きなキャラクターはバルトで、バルトか、うん、で、ベイは超絶アキレス。変わったか。メイシン君も変わりましたね、はい、強い。ユニバーサルスタジオジャパンに行ったことはありますか？あるなら何に乗りましたか？ね、行ったことあるね、うん、1回しかないけど行ったことあって、ハリーポッターのライブ乗ったね。あ、そうそうそう、乗った。あのリベンターとかがこう来るやつ、うん。 A ちゃんパパさん、ディズニーシーの中で一番好きなアトラクションは何ですか？もう、うん、テーマパーク続き。僕はニモのシーライダー。あー、シーライダーね、うん、あれいいね。でっかいスターターズみたいなね、うん、やつよね。パパはエレクトリックレールウェイです。
電車あってあれ乗ってると楽なんだもん、移動が。すげえ楽だね、確かに。で、景色も見られるし。お父さんはお寿司は何皿まで食べられますか？僕じゃないの。そうエイシン君じゃない。何皿ぐらい食べられるんだろう。分かんない、10皿、15皿ぐらいかな。数えたことないか分かんない。エイシン君は14皿。2018年で最も面白かった映画は何ですか？どんな分野でもいいです。だって僕は平成ジェネレーションズフォーエバー。あー、あれは確かにね、ここ最近のライダー映画ではもうベスト。うん、もう一回見に行きたいって言ってるのに見に行けてない。やばい、年内に見に行きたいって言ってるのに。うん、ね、パパはボヘミアン・ラプソディかな。いや、ライダーの映画ももちろん良かったけど、あれはね、楽しかった映画。でもボヘミアン・ラプソディは感動した映画ってことで1位。はい、マーティー君の名前の由来は何ですか？だってマーティ君は一応ですね、まあ、濁点をつけたくなかったね、名前にね。だからバとかビとかねつけたくなくて、柔らかい感じにしたいなって、あとできれば前原だし前チャンネルだし、まあつけたいなってことで、うん、マーティになった感じかな。うん、向こう選んでた感じだよね。そうだね、まあ完全にみんな心を化けるんだったね。見た瞬間にもうすごい打たれちゃったね。そうだね、うん、うん、もともと買う予定なかったんだけど、うん、急遽ペットショップ行ってちょっと抱っこさせてもらったらバキューンだったね。そうみんなもう心打たれて急遽買うことになった。はい、マーティ君を近くにアップしてください。あ、じゃあマーティ連れてこうか。はい、マーティ君アップです。マーティ君のアップマーティ君前見てくれる？マーティ君前見れるかな。マーティ君のアップです。じゃあしばらくマーティ君と一緒にやりましょうか。虫キングはいつ頃から愛されていますか？また仮面ライダーは何年ぐらいから愛されていますか？だってまあ愛してはいないけどね。まあ、好きだけどね、うん、愛すまではちょっと言ってないかな、うん、まあでも大好きだったけどね。そうだね、うん、まあ、あれぐったりしちゃった。虫キングは虫キングは僕が2年生くらいの頃だったっけか。2年前ってことだ。じゃあそうだ、うん、2年前で、仮面ライダーは外部から2013年。そう、外部からなんで、うん、なんでうちらの仮面ライダー歴史は短いですね。うん、はい、好きなジャンプ作品はありますか？だってジャンプ作品、そう、ジャンプ見てないからね、うん、読んでないか分かんないんだけど、まあ過去の作品を言っていいんだったらドラゴンボールかな。そうだね、最近あの映画も見させてもらったし、ね、ああそうだね、そっかそっか。今年一番楽しかったことは何ですか？だってうん、僕は今年一番楽しかったこと、台湾に行っていろんなものを食べれたこと。あ、そうですか、うん、そうですか。パパは今年一番楽しかったのはこのマーティ君がうちに来てくれたことかな。何やそうでしょう。マーティ君そこじゃないんだ、A ちゃんは。それより台湾なんだ。まあ、マーティ君そうだよ。マーティ君そうだよ。A ちゃん君、パパさん、人生で一番嬉しかったことは何ですか？やっぱ僕は虫キングと出会ったことかな。あ、そうなんだね、うん、虫も好きになったし、うん、パパはエイシン君が生まれたことですね。エイシン君が生まれた瞬間はね、嬉しかったですよ、うん、奥さんと結婚したことも嬉しかったけど、それ以上にね、パパの血を受け継いだね、うん、子供が生まれたっていうのはやっぱ一番嬉しかったことかな、うん、人生で一番嬉しかったことですね、うん、マーティ君、マーティどうしてつまんないんだよな、マーティな、抱っこされたままでな。質問です。今年も楽しい動画やファンイベント開催など盛りだくさんありがとうございました。UFO やユーマや怪奇現象動画やテレビお好きですか？うそーんと思いながら毎回見てしまいます。私だに乗っ取られないように要注意ですね。そうだね。今一瞬なってたような。何なってたって知らない。宇宙人にポッて。なってない、なってない。UFO や怪奇現象は大好きです。はい、ただね、あの、心霊は怖いくて見てないです。僕はあのまあまあの UFO やウーマとか好きかな。ユーマね、まあまあウーマパパさん普段料理をしますか？得意料理はありますか？あまりしない場合は作ってみたいものとかありますか？いつか A ちゃんパパの料理やお菓子作りのチャレンジ動画を見てみたいな。だって ありがとうございます。パパ作ってないよ、ね、料理はねほとんどやんないね、うん、昔エイシン君が生まれる前は毎日のようにご飯作ったんだけどね、うん、なんだけどあんま上手じゃない、うん、大体作ったのは麻婆豆腐で麻婆豆腐マルミヤの麻婆豆腐もうでもレトルトだっていうね。レトルトだよ豆腐ぶっ込むだけだからね、うん、パパさんはエイシン君にどんな人になってほしいですか？表現難しいですが人間性かな。だってそうですね、僕はエイシン君にはですね何でも受け入れられる人間になってほしいかなと思いますね、うん、そう何でもね助けてあげられるような
大人になってほしいなと思いますね。あ、マーティ見てたわ。思いますね。思いますね。はい。はい、じゃあ30の質問、これが最後ですね。2019年に向けての2人の抱負をお願いします。来年の意気込みをよろしくお願いします。で、来年はちょっと痩せたい。来ましたね。そうですか、痩せたいか。そうか、まあ、今年ちょっとね、食べ過ぎたかな。食べ過ぎた、まあ食べ過ぎ、まあいいんだけどね、育ち盛りだからね、うん、まあパパも一緒なんだけどね、パパも痩せたり太ったりっていうね、だね、繰り返しだったので、まあ痩せるってのもそうだけど、パパは来年はね、ちょっと体力つけたいなと思ってます。あ、それ僕も、うん、体力欲しい。ちょっと体力がね、なさすぎた今年はね、うん、いろんなところに行ったにもかかわらず、ちょっとね、体調崩すケースが非常に多くて、うん、とてももったいない思いをですね、何度となくしました、うん、いろんな意味で体力がないので、うん、ちょっと体力つけたいなと。なんで、まあ、来年も引き続きですね、動画投稿続けていきながら、できれば皆さんにクスッと笑っていただけるようなね、うん、動画を投稿していきたいなと思っております。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今回ですね、まえちゃんねるの年末の質問コーナーの回答編でございました。うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録を回ってあたりをよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。待てー。